どうも皆さんこんにちは、タルバ工場のアンドゥです。今回はこちら、ドッキリ神回避。そうです、あのグローバルギアさんが出されている回避系シリーズなんでしょうかね。いやでもこれは多分別ジャンルの回避系シリーズだと思ってて、このドッキリ神回避系、このコースが、このゲームがね、今3つあるんですけど、まあやっぱりパート1からこの初めて出たドッキリ神回避から遊んでいきたいなということで、早速遊ばせていただきます。なるほどね、感じは今までのライト似てますね。オッケー、じゃあ行きましょう。ステージ1、雨回避。さあ、操作説明かな。目のピンチを回避しよう。はい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 、あ、なるほどね、これは多分チュートリアル的なことか。じゃあまあちょっとカットします。オッケー、じゃあ回避できたんで行きます。神回避2、なんだろう。ステージ2、神回避。なるほどね、あ、確かに神がない、任せろ。え、リコーダーだと、あー、そうか、外に出れないと。分かった、とりあえずこのリコーダーを渡そう。あー、何それ。とりあえずこのリコーダー作戦は失敗に終わったんで、あ、この100点のテストを犠牲にお尻の清潔を守ってやろうぜ。あー、犠牲にした、いいんだお前は、それでそれでお尻の平和が守られたと思えば、あ、成功なんだね。じゃあ次行きましょう。来ました、ステージ3、鬼回避。あ、なるほどね、いやでもこのまま流れてれば別にね、何らバレる必要はないよ、このまま流れてけば。いや分かった、そしたらこの桃を先に流す、そうすると鬼はバカだから、この鬼を全部集めて満足してもらうと。じゃあなー、来ました、ステージ4、黒板消し回避だって。ああ、なるほどね、確かに普通に行ったら黒板消しに当たっちまうと。いやでもこれさ、現実世界だとさ、普通に歩いてドアを開けるじゃないですか、で入るんで、この黒板消しには絶対に当たらないんですよ、人間である限りね。だから俺は何もする必要ないと思う。いやまあシンプルに取ってやればいいんじゃない。あ、なるほどね。もうドジっ子なんだから、分かったわ、もう消火栓の押すボタンを押しましょう。でもうパニックにさせる、この教室中というか学校中をね、その隙にささっと抜けると、それしか作戦はねえよな。なんでだよ、めっちゃ怒られてめっちゃ当たるやん。ってなったらどうすんだ、なんかあるか。あ、見てみんな、飴玉手に入れた。え、飴玉で回避できるの。あ、あ、来た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 、飴玉誘導作戦。バカすぎるだろお前ら。で、じゃあ本日最後これでいきましょう。5は敵回避だって。なるほどね、スライムか。あー、すごい RPG みたいになってる。え、もう避けようがなくない、これ丸ってなんだ。やばい、ちょっかいかけた。これ×はなんだ。え、あ、丸はちょっかいかけてるだけ。じゃあこっち行けばいいんじゃない。え、行けなくね。え、おお、死んだ、なんで。わかったわ、この右のやつに攻撃が通るとか。おら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 、俺がヤンキー青服野郎とは俺のことよ、そこをどきな。おら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 、これでちょっかいかけたんで大丈夫でしょう。あれ待って、みんな上行けるようになってるわ。え、なんで。あ、いけるいけるいける。な、え、なんでこれが正解だったってこと。なるほどね、オッケーオッケー、よっしゃ。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。バイバーイ。